広島カープ塾始めます。今日はマクグルーブ選手、塾長久しぶりですね。で、まあ、外国人選手としては迫力不足で終わってしまったんですね。長打率も2塁だったな、長打率も高くはないで、が、これちょっとカープが基本的にはヒットをつないでいく野球のようにやりました。したということはあると思うんですよ。あと前向きな野球はしてないんですね。なんせ盗塁もしないわけですから、前へ前への野球はしてないわけですから。そうですね。特に、結果が悪かったら、ですから言い方を変えれば塁に出れば OK 野球なんですね。だからこれにマクグルーブの側だと三振も少ないわけじゃないと、これ空振り三振が多いわけじゃないんですね。振らないんだから、長打は出ないというか、より出ないですよね。でミート中心に当てていく打撃を求められた形はしょうがないのかなと。要は、ツーアウトランナーなしで、もうダメ元で三振かホームランって指示が出てないですから、これ、各選手に出てないですから、盗塁ね、足で揺さぶって、ここは絶対にストレートが来ると。だから、ストレート狙いっていう配球をさせる、ランナーの動かし方もしてないので、攻めなんですね。で変化球攻めでホームランってなかなか外国人日本の変化球いいですから、で特に日本の場合はインコースの方に、アメリカよりもストライクゾーンはありますので、そうですよね。だから順応はしたはずなんですよ、日本の野球という面では。ただ、思考がもうどん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 前にアグレッシブに、もう三振でもいいからフルスイングなら OK みたいなベンチからの発言はないから、逆にそういうスイングするとなんでもっと確実性のある打撃をしないんだっていう空気感でしたので、なんだと実はそれが後半気味になってくると、若干当然これ坂倉小僧のマクグルーブ、途中から長打を期待された感のように7、8ってホームラン数カープ伸びるんですね。だからベンチの思考に対して選手がやる能力はあるんですよ。だってホームラン小僧だって坂倉だって伸びたんだから。そうですね。なんか2倍か3倍ぐらいに、要は6月7月何やってたのぐらい、4月後半から9月までは、はい、そうですよね。スタートに放り込めてます。マクグルーブも、5、6本だったのが17本まで伸ばしてる。打率も後半の方がだんだん良くなってるんですよね。だから、そうですね。だから、塁に出て野球をしていこうっていう思考で戦ってた。6月、7月の頭まで。やはり点を取っていこう。多分、もう交渉上、新監督交渉はあったんだと思うんで、8月で決まってんだから。そうですね。だから7月の後半の時点で、もう何かしらのベンチが笹岡監督のやり方を変えざる得ない指示になったのが長打が増えた。多分もっと打っていいと言ったはずなんですね。もっと言うとスイングしていいって言ったはずなんですね。だから、エルドレッド、マクレーンとか、その中米の人たちが、
多分マクグルーヴの映像は見たと思うんです、はい、見てたと思うんですね、その時に俺たちこんな選手をスカウトしたんじゃないって思ったはず、ホームラン打つ選手を取ったって報道があったのがマクグルーヴですから、100打点ぐらい、まあ30ね、まあ、下手したら40本、まあ、30本から40本で100打点ぐらい、大取り不足を直すためにマクグルーヴを取ったはずなのに、うん、やってる野球が違うわけですよね。とは、そうなんですよ。ビシエドが入った頃みたいに打ってもらう予定で取り、期待値が今の中日のビシエド選手の役割みたいなことをカープの首脳陣が与えましたので、うん、外国人はそれでね、首脳陣がボスっていうのが日本以上に、ああ、そうですよ、ね。まあ、落合監督も、ウッズだなんだ、まあ、監督のボスが言うなら送りバントは言えるぐらいな、まあ、環境で育ってやってる人たちですから、うん、それは色濃く出ちゃったのが絶対だということを、はじめ、まあ、落合監督もウッズも言ってますので、そういう環境でやってますので、要は、私は契約をして、球団と契約をして、仕事をする側、その仕事をする一番上の仕事を指示する人の命令で結果を出さないと解雇ですから。で、逆に指示する人たちが出来が悪ければ、この指示する人が出来が悪いで、指示する側の監督がクビですから。まあ、当然、アメリカの場合、シーズン途中でもどんどん変えて、ってるつもり、そこですから、ですのでそこまでではないんですが、まあ、外国人選手もそうではなくて、まあそういうのが、なんつうかな、確固たるものでやってるわけではないし、その空気感は伝わりますので、うんうん、そういう野球をしていて、でこれは、まあ、今の、まあ、あの成績なら、まあ、来季2023年も契約延長はあると伝わってたはずなんですね。なぜなら、ほら、スカウティングでマクグルーヴに代わる外国人を探せという指示がない以上は、マクグルーヴの2年目はあると思ったはずなんです。だから、こうなると、今のマクグルーヴのまま、シーズンが終わると、これは大変なことになると思ったのが、中米スカウトたちじゃない。私たちはあなたのそういう打撃でスカウトしたわけでもないし、球団に推薦してませんと。これはちょっと、だから多分、当然戻るときに、球団のオーナーとか、コンシャスに、まあ挨拶行きますよね。黙って帰ってくるんで、こういう選手をスカウトしたわけじゃないって言ったはずなんですよ。エルドレッド7年も日本で野球やって契約伸ばしてもらって、なんで日本で長くできたかを知ってるから。それは自分が、自分を全部捨てたから7年いたわけじゃないわけ。自分を絶対持ってたものと、自分を捨てて球団、まあ日本に合わせたものが、なんないと成績は出ないってことを、エルドレッドが一番、エルドレッドが多分まずアメリカから戻るときに球団側に、私たちはマクグルーヴのこんな打撃をするためにスカウトしたわけじゃないってことは言ったと思うんですね。それを聞いて、やっぱり一度戻ってきなさいと。で、確かに球団側もこんなホームランを打たないマクグルーヴを取ったつもりはないというのはあったはずです。もっと打点を取る、まあもっと言うと打率は2割6分ぐらいでも、20本は少なくともあのエルドレッドが戻る時点では達成してるだろうと。秋山翔吾と取りましたから、もう打率の部分は、もう秋山取った時点で、もう打率の部分は消化したんだと。秋山取ってからの話ですから、エルドレッド。で、ここはもうエルドレッドは日本に戻ってくるのは球団側と話して、あなたが指導つうか、日本にいたあなたの成功体験みたいなものを含めて指導しなさいと、はい、伝えなさいと、コーチングというよりかはね、はい、その日本でのやり方と、はい、今の
あなたの今の打撃はチームのためではあってあるけれど、チームのためではあるけれど、チームのためではないということを言いに戻ったんだ。要はインコースが腕とか体が大きいから何故詰まるとか、どうさばけばいいのか、どう見逃せばいいのかは新井さんの方が、でしかも自分が打てないところから努力して打ってるから、どこできっかけでうまくできるようになったかっていうターニングポイントのところだけ教えればいいですね。苦しんでた。そうですよね。ここでこれができたから打てるんだよと、あのフォアボールが取れるんだよと、いやもしくは外角のボール球を振らないでいいんだよ、外角のボール球をくるくる振ってた人が振らなくなったターニングポイントがあって2000本にとってもマクグルーブにとっても大きいんですね。で体が小さくてそういう打撃したんじゃなくて、大きいって同じぐらいですからとっては最高のボスなんですよ。しかも新井監督はサードとファーストやってた人で、個人はその方がいいんだろうと、1年契約で戦うからきつくないと困っちゃうでしょ、優しくしてくれてクビですっていう方が困っちゃうわけじゃないですから、の方は下手をすると坂倉とかね小園の場合は、まあ今回みたいに監督が変わる方が先でしょうという確率が高い外国人選手は違うんですよ。甘く言われても解雇になるのは自分たちの方が大体先な、経験がないと先なので、厳しく言ってくれる、厳しく見てくれる、しかも同じ体格の同じポジションの同じ4番を打点を取る4番5番、金本さんっていうと5番の新井とか3番の新井、まあマクグル3番でデイビッドソン4番のケースも出てくるでしょうから、両方とも新井さんがやってたところを取ってますから、だからそういう面では大きいです。でこれはエルドレッドは多分、まあ、駐在スカウト3人でこれはこんな人をスカウトしたんじゃないで、球団がもうこんなはずじゃないんだよねマクグルーブと思ってたと思うんです。でここで、まあ、アドバイスしに行って、多分球団もそのアドバイスをしなさいという後押しがあったからして、でマクグルーブもそのように打撃を変えてホームランが増えた。ところがこの影響が小園の坂倉のホームラン数が増えたんです。せっかく言うと長打が増えたんですね、二塁打とか。だからガラッと変わってくるんだろう。もう期待できるのは多分オスナですね、ヤクルトの。オスナ並みに変わる可能性があるんですよ。元々の確実性はオスナよりもでしょうね、マクグルーブの方がありますので。塾長、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼します。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。